そういうの見るの私。疲れとった。疲れとった。あ、今日インスタグラム投稿してから寝てんねん。見てくださいね。これは牛肉だな。前鉄とエイトの公園と、なんだっけ、コンサートとか、そういうやつにどういう髪型で挑もうかを今すごく考えてる。うん。うん。しま、伸びちゃった。うん。あ。コメント進まないな一生って思ってたら止まってた。悲しいなって3分くらいずっと思ってた。うん。ありがとう、コメントしてくれてたんだね。こんばんは。空は青いなと思っていました。私も今日は青いんです。服がなくて帰りてる。こんばんはやばいし、いろいろありますよねいやでもこれが好評ならさ、絶妙な長さで出るのもあれだし、切って出るかはっていうのも考えている。うん。スタバかサンマルクカフェかな、どうでしょうか。どうでしょうか。どうでしょうか。うん。うん。ヒントはルイボスティーを飲みました。ルイボスティーやるのとかなんかある。あるんですよ。今日そうインスタグラムで友達が絵描いてくれたやつあげたんですけど、プロまだ学生さんなんで、学生ですよ、美術系の。でも上手だよ。いやん、昨日急に送られてきました。コメダコーヒー。うん、ちゃうんかい。コメダコーヒー行ったことないな。コメダコーヒーは下5センチ、これ白のワールや。でも私この長さだと似合わないの、これだと。今日何歩歩いたかまだ分かんないんだよね。だからここをして、でもちょっとこうやってすることで今から走って、そう、美術館にちょっと行ったのに変えてくれたんだね。今日はね、この長さはカレンが選んでくれたけど、長さ的には美容師さんとカレンが選んでくれたんだけど、あとここにレイヤーを、ここに、私のここにちょっとね入れてくれてるんだけど、今日はなんとうちになんとデザートも買ってきた。あとなんとあとね、これのこのちょっと短いんですよ、これが。これを作ってくれた黒酢で活力デザート、それないの。このレイヤーをね、はあのラストステージピュアアリーナ、ぜひ見に来てください。皆さんも美容師さんです。キプキプ今ついたけど、つけ麺肉まんないやん。めっちゃウルフっぽかまりゆき。え、マジゆき。ウルフってさ、好き嫌い好み分かれるよね。ね。うん。可愛いと思うんだけどな。これは美味しいんですよ。ぽいぽくしてもらった。ウルフっぽく。喉がほーってなって癖になります。へ、うん、えー。うん、え、ハツカがデザート食べるんだ。何買ったのかなーってちょっとウキウキしたのに。黒酢で活力。うん、かわいいね、君らしくて。美味しいからみんなも食べてみてね、うん、私の本日のデザート、何買った、うん、クラムチャウダーそれデザートって言わないんだよ。うん、うん、そ
そうなんだ、知らなかった。そうだよ、今日のサムネイルはパンテク先じゃなくてね、横で見たんだが良かったし。でもミスターってあんまり噛みてこないね。うん、全然いなかった最初の方とか。酸っぱいやつ、そう、酸っぱくて美味しい。黒酢はうちのおばあちゃんが好きで草おばあちゃんの気が合いそうで草、うんうん、うまいんだよこれが、本当に飲んでほしい。でも好きじゃない人は好きじゃないと思う。でもね、可愛いよねこれ、うん、めっちゃ可愛くしてもらった。私もウルフにしよう。わーいわーいわーい、バケット好きやった。あれさ、バケットじゃなくてさ、バゲットって歌ってくださいって言われてさ、バゲットって歌ってるんだけどさ、うん、なるとさ、なんか東北なまりみたいになるよねって言バゲットバゲットが正解なんだけどね。あれバゲットなんか、うちらが言ったらなんかなまってるみたいになっちゃった。バゲットバゲ、うんうんうんこれからの初のフェスも楽しみです、うん、喉がこーってみんなず、はい、みんなはどの公演が好きですか？サムネイル公演とか雫公演とか目の前の重力心配しない目の前で誰かが好きになってしまうことってあるよね。バゲットなの実はね。だから私曲紹介の時も日比谷高神バゲットのって言ってる。チンビーって何やってるっけ、知ってる方いますか？なん、チンビーって何やってる。あ、ただいま恋愛中公演、ただいま恋愛中か。ただいま一番サムネイル公演ランダーズハイ、かわいいね。鉄菜が一番好き、うん、あー鉄菜もいいね。あー鉄菜いいよね、うん、楽しかった。見てた前の方のやつ見てたけど楽しそうだった。うん、楽しかった。ユニットもかわいい、みんなかわいかったし、うん、特に私がね。うん、何、うん、言ってないよ。え、言ってないよ。え、うん、私、四十公園はユニットがフルで変わったね、8人になってから。そうね。またそれも楽しみ。岩瀬さんがちょっとまた新たな見どころを。そう。こんばんは。アイドルの夜明け明日行く。アイドルの夜明けは緊急生の頃か。17期さんか。爽やかな青春っぽい曲がね、心に刺さる。嬉しいだよね。いいね。嬉しいだ。劇場公演ってどんくらいの確率で当たるんですか、あれ、一般で応募したら。確かに。外れたりするんですか？するの、するか、それはすると思うけど、皆さんは何回中何回くらい当たりますか？気になる。初めてだと当たるよとかさ、うん、あの、チーム4の子を推しメンにしてたらサムネイル当たるよとかないのかな。ね、ありそうだよね。生誕祭とかもあるのかな、やっぱりね。あおこんどうなんですか、多分私たちよりみんなの方が詳しそう、うん、あ、ドルアキはチーム B、 すいません。あれ、さっきのやつはなんだっけ、ただいま恋愛中、ただいま恋愛中月1で当たりま…え、そんなに当たるの。あ、会員になると月1で当たるんだ。ん、うん、それ絶対なの。当たりやすいんだよね、多分。うん、サムネイル公演倍率高い。そうなの。でも確かに、うわ落ちたわみたいな人聞こえる気がする。ん、キャン待ちの人結構いるね。自分の誕生日前後に当たるようになってんの、なぜか当たる。うん、いいじゃん、タンプレだよみたいな、うん、押してって効果あるんだ。へえ、
うん、やっぱりね。サムネイルなかなか当たらないんだね。みんな言ってるよ。サムネイル当たらんって。そうなんだ。まあそうだね。おお。推し登録。8位の今も楽しいけど、16人学研層とかあったんだ。推し登録長いとってこと。あ、推し登録が長いと生誕祭に当たりやすい。なるほどね。なるほど。推し登録歴が長いと当たりやすいんだ。あ、なるほど。あ、よくできてるな。ちゃんとしてるんだね。うん。じゃあ生誕祭とか、そかそか。じゃあ卒業公演とかもそうなのか。うん。美味しいのそれ。うん。癖になる。うん。二人でズルズル。くそいな。ホットケーキまたつけ麺風肉もあるとこ分かった。あら、よし、推し登録してみようかな。してなかったんかい。してみ、してみ。映像総工学はかなり当たるし。ああ、そうなんだ。ねえ、映像総工学とかあるんだ。今日も下地で見ると運良すぎて緊張で喉パサパサ。おもろ。私さ、ほんとずっと言いたかったんだけどさ、みんなに、ゆりさんが赤と黄色なの、あのあれがさ、ペンライトカラーがで、七瀬も確か赤と黄色なの。でも赤ってさ、めっちゃオレンジと似てて、どっちか見分けつかなくなるから、もうよければオレンジと黄色こうやってバッテンにして、やヤッホーってやってくれたらすごくわかりやすいです。かわいい。だからこれからエイトとか公演とかあった、入った時に、ありがとう、あのレスくれって思ったら、あのバッテンにしていただければね、幸いです。なんか最近みんな、なんかあんたっけ、でもね、ネイルシャでありがとうもう見て伸びてきちゃった。いや、ずっとバテして、もう伸びてきちゃったから。ありがとう。取るよ、そろそろ。見納めです。そう、バテンしてくれてる人結構いた。見納めして、バテンしてくれるんだ。見てたよ。見納めだよ。あ、ね、あとね、バテンもだけど、内輪があると本当にわかりやすい。うん。ね。うちわって一発だから、マジでうちわぜひ作ってください。3本みんな持ってますか？もう自分の字でこうやって「みさき」って書いて、もう白いうちわに「みさき」って書くだけでも全然大丈夫。みーちゃんとかぶってたっけ。紫や白、紫になった。前青と白だったんだよね。みー紫白じゃ変わったんだ。じゃあかぶりますね。私青と白めくったよ。今日ペンライトカラー私出すタイミング難しい。もうずっと出しとけばいいんだよそれ。そろそろ、うん、私は走りに行く準備をしないといけない。ここに置いといて、うん、自分の推しが目の前に来たら。今日走ってないから、ストレッチして腹筋して、ちょっと腹筋して、ちょっとだけ本当にめちゃくちゃ可愛い。うん、ありがとう。走りに行きたいから気にしないといけない。SK さんはSK さんってめっちゃペンライトちゃんと決めてますよね。AKB は最近武道館でみんな決めたよね。それまで AKB って意外にペンライトカラーを決めてる子少なかったからさ、うん、決めてたらめっちゃ分かりやすくてラッキーと思って。見に来ましたから、ごちそうさまでした。え、かわいいな、はい、私はにゃん、こうでいい。そう、寒いかやけん、寒くけんあったかくして走るんやで、ありがとう。どこぐっちゃぐちゃやんけ、ほんとにどこの人になってんの。おめえどこの人だ。おめえどこの人やね。おめえどこの人だっぺ。そん
おめえどこの人だって。あのね、みんなペンライトマジで、あのペンライトこそ大きい会場で使わないとダメだよ皆様。いや本当に思う、気づいてほしいなっていう。分かった。あの、ね、ペンライトはねマジでわかります、どこにいても分かる。だから本当に広い会場で、本当に2階席でもオレンジと黄色バッテンしてる人見つけ、全然見つけるのよ。逆にでかい大きい会場で例えば、あちょっとここ2階3階で全然見つからないだろうなって方は、うん、うちわよりペンライトだよ、うん、絶対そう。やるなら、うちらはもしかしたらワンちゃんちょっとさ暗くて見えないとかあるけど、ペンライトはどこにいても、うん、あれ20日の色だと思って手振ったらすごい振り返してくれて、あーあれ花形だってなるから、そうだ、そうだ、ペンライトが大きい会場の方がペンライト第一。ありがとう、こんばんは。髪切って新人みたいな超ラッキーさ、ありがとうございます。電池切れするの、それショックだわ。みんなも電池持っていこうね。行儀いい、何が分からん、フォローしました、分からん、ずっと出すときもですね。ありがとう、嬉しい。ペンライトバッテンなのかクロスなのかで推しが分かるやつか。おもろ、クロス推し。ひろさん、ひろさん、ありがとう、まちゃん。そう、バッテンはマジで見えるけどさ、あのさ、私が手振ってもさ、自分に手 振られてると思わなくてさ、このまま、このまま私の方をこうやって見てる人が結構いるんですね。だからあの、手振ったらぜひ振ってくださると私嬉しいかなって思います。ごちそうさまはいいとこ、いや、ごちそうさまは言うでしょう。美味しかったね。バッテンの角度ね、向かバッテン、X じゃなくてこうバッテンで、あの、はい、どうだ、 X とどうやって、こうじゃなくて、こうか、こうじゃなくて、うん、まあでも重なってればわかると思う、多分こうなってればわかるよね。うん、わかると。ね、色かぶりなければ最高なんだけどね、こんな人数多いからね。カレンは笑顔かわいい、ありがとう。いいよ、あのもう交差しておけば大丈夫だよ。お見送り系、お見送りや練り合い系欲しいね。どうなんだろうね、十字架、十字架難しくないって、1個こうしなきゃいけないんですよ。だから両手でこう、両手が下ろしたってなるとこうバッてんのがいいかなと思ったんだけど、セリムは黄色とオレンジをこうやってクロスさせてくれれば嬉しいなみたいな、わかるよみたいな。赤とオレンジが本当に見分けがつかないんだよねってことに気づいた、フォーになって。ヘイトは結構あのあれなんですけど、みんな青とかピンクとかなんだけど、一緒に持つか。お疲れの皆さん、今日もお仕事、学校頑張ってます。お疲れ様でした。なあちゃんが一緒だったから黄色とオレンジ買えるとこです、ありがとうございます。って言うてくれても自分振って返して、もう自分だとレスなんてさ、信じ込んだもん勝ちだよって思わない？うん、そうだよ。で、あの男性アイドルが好きな友達が言って、うん、学生時代に言ってました言ってましたそうだよ、レスもらったんだけどみたいな話、うん、私じゃなかったかもしれないんだけどさ、ちょっとさ、レスって勘違いしたもん勝ちだよとか、ちょっと間違いない。そう、珍しい。水木さんじゃないね。そう、中学校の時にね、いっぱい周りにいらっしゃった。やっぱりちょっと気持ちで、いや、お花畑が一番すんでんのかな。いいよ、うん、ありがとう。黄色とオレンジ、黄色とオレンジ、オレンジがね、赤に見えると、赤と結構ね、かぶるんだよ。だからタリご飯食べるのに付き合ってくれて、だからありがとうございました。バッテンにしてくれてたら、待って、今日1月最後じゃん。バッテンの人いないからさ、バッテンにしてくれてたら、あ、私だってなる。早くない？1月劇場とかの MC の時とかに、ね、手振れてくれるから、チキッて振るだからペンライトこう持ってて、手振って、ちょっとこう、わーって なったらペンライトが揺れるから、それは嬉しいなって私は思いますけど。2月もよろしくね。うん、うん、誰も俺のことなんか見てないんです。めっちゃネガティブやんけ。めちゃくちゃなネガティブ。私がポジティブにしてやろうか。気をつけて走ってる。
らっしゃい。あ、そう、今日カレンと髪切ってきたんですよ。じゃあランキング読むね。13位千葉さん、千葉さん、千葉さん、ありがとうございます。12位コウタロウとマーク、ヒステリックブルーさん、ヒステリックブルーさん、コウタロウさん、ありがとうございます。11位 MS さん、 MS さん、ありがとうございます、ありがとうございます。10位48さん、そういう悩みの時のフォークダンス的なところも知ってます。いや楽しいですよあれは。余裕のないゆうちゃんさん、余裕のないゆうちゃんさん、ペンライトバッテンの形に固定するといいかもしれない。もはやね、確かに。のりさん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位 S のペアとマークイエさん、 S のワンペアさん、 S のペアさん、ありがとうございます、ありがとうございます。6位あゆねこさん、あゆねこさん、あゆねこさん、ありがとうございます、ありがとうございます。おい、しゅんごさん、しゅんごさん、しゅんごさん、ありがとうございます、ありがとうございます。4位スノーさん、そうカレンと行ってきたんですよ。ありがとうございます。オレンジの色が濃いと赤っぽく見える。あーね、そうなんですよね。そうですよ、勝手にしてください。ありがとうございます、ありがとうございます。そして1位はヒロさん、ヒロさん、弾き語り配信しましょうか今日。いや、今日はダメだね。走る、マジ一緒に走っちゃう。今日はダメか、気をつけてくれ。ガチ可愛いな、ありがとう。みんな今日も見てくれて、ゲリラ配信早く私も劇場に出られるように頑張ってきます。またね、おやすみみんゼミ、ありがとう、バイビー。最後行かなければならないって言ったのに、4年生にしてください。髪の毛が切れるのすごく嬉しそうで、こっち嬉しくなる。ありがとう、お切れました。前も一個食べちゃおっかな。いいよ、いいよ、あーいいな。めちゃめちゃ黄色のチューリップが綺麗に咲いてる、うん、うん、紫ちゃんは乾燥してるからあれかもしれない。でも可愛い、可愛いね。間違えた。今年こそ愛行くわ、マジ来て。今年はマジで来て、さすがに夏までに一回来て、マジで。塗り切ればっかりなんだ。もう私もあとラスト1個でしたね。チューリップ、チューリップどうかな。でもなんかいろんなチューリップをね買ったんです私。あー、うまっ。もう一本食べちゃおう。いや、うまい棒ってさ、うまい棒自分で言ってるだけあるよな、うん、マジでうまい棒、ほんとうまい棒、うまい棒ってよく言ったもんだよな。かわいくない黄色。これはね、なんか品種が珍しくてチューリップなんだけど、なんかなんとかこうたらみたいな、なんかちょっとあれ名前がちょっとだけ違ったんだけど、チューリップを買う生活素敵えでしょ。チューリップ、この黄色ちゃんがかわいいって言ったらね、だからあなたもかわいいよ。これ薄いな。これも。もう一つはね、花びらがもうパーって落ちちゃったから。さようならしたの。やばい、前も止まんなくなっちゃいそうだ。ストレッチします。はい、してください。あんたもこれ食べないの？ん？あ、ちょっと後で片付けば、うん、よいしょ。もうそれならしちゃったんですよ。ピオニー咲きチューリップかな、わかんない。なんかチューリップどうぞどうぞ、チューリップのなんかコーナーがあって、でそこにすごく惹かれちゃって、いろんな、まあ、5本ぐらい、あれかな、あれで全部なんだけど、種類が
こうバーっと置いてあって、でまだ全部つぼみだったんですよ。そうだからぜひね、植物って言葉分かれるし、植物とね、植物と食べ物、ご飯とかってね、言葉分かるんだよ。ソースはワイ。え、本日何本目ですかそれ。3本。あーすごい、すごいじゃん。やばいやばい。なんかあのね、私ほんといい経験させてもらったなって思うんだけど、小学校、違う、小学校5年生の頃に、なんか小学校5年生の頃に、あのなんちゅうんやろ、先生がね、実験やりましょうみたいな感じで、教室で私たちを使って、こう、もうずっと1ヶ月もないか、2週間ぐらいかな、1ヶ月ぐらいかな、わかんないけど、そう実験してたことがあって、例えばお花をね、教室の黒板があって、教室のこっち側とこっち側に置くんです。そうで、日の当たり具合があるから、まあ前と後ろだったかな、確か。そうそうそう、いい言葉かけるやつで、前のやつに、いい、なんか今日も可愛いね、最高、大好き、ラブみたいな、いい言葉をめっちゃ浴びせて、で後ろの方に置いてあるお花にめちゃめちゃこう、なんかバーカーとかめちゃめちゃ悪口を言うみたいな、っていうっていう実験をね、前2週間ぐらいずっとやってたんですけど、前のお花が全然持つんですよ、めちゃめちゃ綺麗に。で後ろのお花すぐ枯れるの、すごくない？でさ、同じやつをね、お花じゃなくて、今度じゃあご飯わかります？普通に白ご飯をこう前と後ろに置いて、タッパにね入れて、タッパに入れたやつの前の方にはめちゃめちゃいい言葉をかける、で後ろの方にはめちゃめちゃ悪い言葉をかける、そう悪い言葉をかける、日当たり一緒なの、日当たり一緒になるように先生が置いて、そうそしたらね、そしたらね、あの後ろの方のご飯のが早く腐ったので、前の方のご飯は腐ってるんだけど、なんかこう長、まだ長持ちしてた前の方が、だし、あのなんかこうカビの生え方とかが全然違ったんですよ。